同志社大学公式野球部は関西学生野球連盟に所属する大学野球チーム。同志社大学の学生によって構成されている。ユニフォームの表記は同志社、帽子は D の一文字。立命館大学との同立戦が看板カードとなっている。明治期の同志社野球チーム1889年に同志社の学生の間で野球が広まり始める。 同志社の野球は、明治22年頃、西門から今出川通りを挟んですぐ南隣の京都御苑で始まったと伝わる。1891年に野球部総部。明治学院で保守として活躍していた白須長平が、転入学してきて同志社チームを組織し、参考チームとベースボール競争運動会として試合を行った。以来、 旧関西六大学野球連盟に発足より、加盟するなど、大学野球界の草分けとして活躍。1941年春に、旧関西六大学リーグで、初優勝を果たしてからの6連覇をはじめとして、旧関西六大学リーグでは、通算18回の優勝を誇る。1960年、全日本大学野球選手権大会準優勝。その翌年より、OB で、 元プロである渡辺博之が監督に就任し、1978年までの長きにわたって指揮を取った。1973年には、田尾康氏と笹本真二のバッテリーを中心に、春は全勝優勝して、大学選手権大会ベスト4。秋には、明治神宮大会に初出場し準優勝を果たす。1978年、エース中本しげを擁し、 渡辺監督最終年に初の明治神宮野球大会日本一となる。80年代は新興勢力の近畿大学に押されるが、1990年には杉浦正則、片岡厚、宮本晋也といった選手を要して7年ぶりのリーグ優勝。明治神宮野球大会では12年ぶり2度目の優勝を果たす。2003年、AS 渡辺亮を擁して、 秋のリーグ戦で10年ぶりの優勝を果たすが、代表決定戦で大阪産業大学に敗れる。2008年には、新日鉄大分や名豊高校を率いた小玉隆が監督に就任。2010年、春のリーグ戦で13期ぶりの優勝、第59回、全日本大学野球選手権大会に37年ぶりに出場。秋のリーグ戦も優勝し、 37年ぶり子供の春秋優勝を果たすが、代表決定戦で、関西国際大学に敗れ神宮出場は、ならなかった。2011年には、聖保守、小林誠治を中心に、春秋のリーグ戦で優勝し、戦後初のリーグ戦4連覇を成し遂げる。2年連続で、大学選手権に出場。秋は代表決定戦に敗れ神宮出場は、ならなかった。 京都府京田辺市多たらと国一の賛同支社大学体育ハウスにありがとうございます。